阪府大阪市中央区リポーター名スーパー駅長さん。雨降りの朝、川に雨が打ちつける中、詐欺がいました。御堂筋だということです。淀屋橋かな。かっこいい。っていうか近くない？アオサギですね、これはきっと。かっこいい、ほんとかっこいい。かっこいいですよね、詐欺。私大好きなんですよ、このフォルムと顔が。なんてかっこいいんでしょうか、詐欺。でこう意外といるんですよ。で結構都心部でも見られるっていうのが意外な意外ですよね。背中で語ってくれてるんですかね。あの大都会のど真ん中、日比谷公園でもこの間詐欺に出会ったんですよ。感動しちゃって。あとね、小石川後楽園の、 あの東京ドームの窓なりでもアオサギいたりするので、意外と都心でも過ごせる、生活できるんですね、詐欺ってね。うん、いや素敵。大阪御堂筋にもいたということです。でもこんなに近くではさすがに見たことない。このね、橋の普通に人間が通るところにも来てくれるっていうのが人懐っこいのかな。あんまり警戒心とかがないのかもしれないですね。この距離でちょっと見てみたいです。あわよくばちょっと触ったりとかもしたかったりするんですけどね。つつかれちゃうから、それはさすがに許してもらえないですかね。詐欺にはお気をつけてという方、鳥さんはいいですけれどもね、皆さん詐欺には気をつけてください。